Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV。 ごとソウルです。ナイチュです。ハッシーだよ。さあ今日はですね、お世話になります。はい、はい、ルアーのオリジナルカラーリングはいにチャレンジしていきたいと思います。イエーイ。こういうビッグベイトを僕らオリジナルで作っております。参考例としてはちょっと見えないか、まあこういう感じで。あ、見えます、見えます、大丈夫ですよ。チェック柄、今これチェック柄つけてるんですけど、こういう柄をつけることが可能なので。複雑なものだと加工しにくいので、わかりやすいものでオリジナリティ溢れる。そうですね。ちょっとこの左右正面から見てもらうと分かるんですけど、結構多角形なんですよね、はい、なんで横から見た時のこのライン、はい、エッジが立ってる部分をつなげる感じで、お、合わせる感じですね。合わせる感じでちょっとラインを引いていこうかなと思います。さすがデザイナー。はい、はい、ということで一応プレートの方のデザインが完成しました。ナイチューさんからどうぞ。はい、僕はこれです。ここの真ん中にこの字が来ます。低視族。おー、はい、ロゴ、ロゴあります。私はこれ、定規とコンパス、真ん中に S、 そして三角お目目。さあこれはあとはね、ハッシーさんが見事に補正してくれる。そうそう、自動補正が、これ俺フリーハンドで書きましたからね。汚ねえよね。これをねパシッとやってくれますんで、そうっすね、次の工程進みたいと思います。お願いします。レッツゴー。 OK、 続いては色塗りですね。はい、じゃあまずちょっと塗料は油分に弱いんで、ちょっと皆様にゴム手袋を装着してもらいます。そうですね、正直なやつよし、内中さん。はい、内中さんの完成したデザインを見せてください。こちらです。わー、あ、迷彩系な、迷彩系ですね。に中にクラック入ったみたいな感じにしたかったんですけどね。いいですね、いいですね。こんな感じです。これなんかこのままパーカーとかにもできちゃうんじゃないのっていう。したいですね。あー、ハッシーさんしたいってバカに。こうなる感じ。ちょっとね、水の波紋をイメージしました。はい、こんな感じ。そして、自分が作ったやつはこれですね。今ハッシーさんに持ってもらってます。こんな感じ。こっちはモンキーズって書いてあるんですけど、ちょっと裏見せてもらっていいですか。裏はスペースモンキーズと書いてあります。で、プレートはこれ三角定規にコンパスの中が S、まさにハンドメイドで作ったんで、ちょっと なんともぎこちないんですけど、これはまたハンドメイドのね、楽しみ。はい、ということでですね、この完成品なんですけど、大阪フィッシングショーを終えてからの、まあ、釣りを撮影するしに行く時間があるんですけど、その時に釣り堀に行ってね、これ試してみようかなというところでお披露目になります。はい、完成品は動画になります。実調交えての完成品披露会になると思いますので、皆様楽しみに待っていてください。ということで今日は皆様のお力を借りて初めてのルアーカラーリングデザイン挑戦させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで以上、スペースモンキーズ TV のサルでした。内緒でした。アシーでした。実況お楽しみに。バイバイ。